ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、オーロラの彼方へ。監督は、グレゴリー・ホブリット。2000年の作品です。ニューヨークでオーロラが観測された1969年とその30年後の1999年。時を隔てて、アマチュア無線で通信することができた消防士の父と、刑事の息子。過去と未来の二つの視点で、未解決だった、ナイチンゲール連続殺人の謎を暴く、奇想天外なミステリーです。主演はデニス・クエイド、ジム・カビーゼル、エリザベス・ミッチェルほか、過去と未来の連携という斬新なアイデアは、リメイクとして活かされ、シグナル、というタイトルで韓国などでテレビドラマ化されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。